結構待ってます。さて、あれからですね、ダウンロードしてちょっとビデオの録画が回ってなかったんですけども、結構時間かかりましたけど、コボデスクトップへようこそ。電子ブックリーダーを取り外してセットアップ終了しますが、引き続きストアで本をご購入いただくこともできます。で、引き続き購入したいんですけども、まず取り外しましょうか。おすすめはありません。もっと見る。これで買えるということなんですね。で、これで、PC から、電子ブックリーダー取り外しできます。バージョン 3.0、ホーム画面を改良しました。はい。もっと見る。にしておいて、これを取り外していいのかな。外しました。お、起動中。アップローディング、ミスジョア更新中。なんかこんな感じですね。まあでもいきなりおすすめは見つかりませんでした。まずいんじゃないこれまだウェルカムとかなんかこうようこそみたいなの欲しいですね。何をどうしていいやら。あ、ここはおそらく電子ブックリーダー、これで更新をチェック中。なるほど、フランダースの犬とかね、夏目漱石とか、まあ、著作権切れの本が入ってると。コボデスクトップを同期中、同期完了しました。はい。で、はい、入ってると。更新情報。リーダーはこれが入ってないから。これがこのままっていうのは不安ですね。なんか最初からつまずいてるような感じです。つないでもダメかな。よくわかりません。アップデーティング。ああ、そっか。いろんな言語がなんですね。更新中っていうことなんですね、今。何を更新してるんでしょう。読めますというメッセージが出てるんですけども、まあ、ホームに戻りましょう。もっと見る。まずあれですよね、まず本新書が少なすぎるかな。他が英語、日本語で読める。海外の本とかどうやって見るんだろう。特集、世界240万冊ですけども、日本語は1万冊ぐらいと聞いてますよね。お手頃電子ブック200円。おお、こういうやつもあるんですね。漫画もある。ジャンルも、フードドリンク、SF、科学、自然。ちょっと自分の本検索してみましょうか。神田正則さんが来ましたね。神田を散歩して、あ、神田ではまだ3軒しかありません。あと誰だろう。村上龍さん、村上さんで検索。村上、あー、 Google の村上さんぐらいしか出てこないですね。村上春樹さんと、まだまだ本が少ない。あ、リリースノート出てきました。
コブタチソフトウェアのバージョンが、2.0.0、 あれさっきなんか違ったような気がする。コブタチのバージョン最初からもうバージョン違うのかな。大丈夫かよ。1.9.7、 1.9.16、 微妙なアップデートが。でここでなんとなく分かってきましたよ。うん、ディスカバリー、こんな感じですね。うん、まあ派手さはないですけどね。たかが英語ぐらいね、これ三木谷さんプレゼントしましょうよ、買った人のやつプレゼントしてくれりゃいいのにな。売らないとダメなんだやっぱり。いくらなんだろうこれ。購入するってあるんですけど値段わかんないです。値段いくらだ。うん、こっから買えないのかな。なるほど。ここで、村上さんじゃなくて、三木谷さんすると、お、840円、 Amazon で買うより安いかな。中身見れるのかな。うん、33件の評価よ。評価は評価見れない。うーん、評価見れないか。えい、購入しちゃおう。紐付けされてるんでしょうか。楽天のスーパーポイントで買える。うん、購入してみましょう。また弊社の販売規約、こっちでも購入できるのかな。どうせこっちに移すんだから。ネットワークを検索中。ネットワークを選択、ああそっか、Wi-Fi を選ばないとダメですね。よし、 Wi-Fi の ID、 Wi-Fi の ID はね、自分のサイトに上げてるんですよ。いちいち見に行くの大変なんでブログに上げちゃってます。Wi-Fi の、あれどこだっけな、か、0684-1993、 でもすごいね、これだけで Wi-Fi 端末になってるんですもんね。ログイン中です。接続中。これ紐付けとかサポートとかの話はどこにもないんですけども、せめてレビュー読みたいな。
お支払い方合計800円お支払い。楽天会員の情報をお支払いに使用しますか。どういう意味だろう。楽天会員の情報をお支払いに使用しますか。接続できません。なんで。いや、こっちからやってみましょう。まあ、はいでいきましょう。どういう意味なんだろう。ライブラリーの更新をすると、なんかめんどくさいなぁ。サクッと変えたいの。プロセスがなんかいろいろと、おお、ようやく来た。こっちではこういう風になってますね。こうじゃなしに、2ページはこう。まあ最初はね、源氏物語とかそれしかないです。まあここから、あ、来ましたね。で、これがこれを今度はリンクするのはどうする？あ、多分これだ。更新をチェック中。これで同期ですね。行ったか。来たかな？来てない、来てない。大丈夫かな？大丈夫か？USB つないでもね。これです。こっちでも読めればいいのにな。お、コボ。ライブラリの本が最新になりました。ほんと？来てないような気がする。ないよ。走れメロスしかないよ。生谷さんの本ゼロ件。あー、どうなったんだろう。ヘルタースケルター、これも800円。なるほど。ここで何かを押す、ピンを押すといいんだろうけども、ピンを押すとってピンが出てこない。わからない。ここは、なんかはしおりがついてるのは、なんだろう。ちょっと全然ダメなのかもしれないね。まあ、いや、フランダースの犬から青空文庫。走れメロスと坊ちゃんとは源氏物語。フランダースの、ね、A Dog of Flanders、 菊池寛役。
ね、ネルロとパトラッシュ、この二人は寂しい身の上同士でした。ちょっと文字遅いな。2% キノコとかってありますね。ここで戻るんだ。ディスカバリーって何ですかね。ミレニアムいくらだ。こちらで見たときに金額がわからない。ピン入れとこ。気になる本に追加しました。それでもこちらと同期が USB つながってるんだから行ってもらってもいいはずなんですけどね。なんか嫌な予感が。同期できない。買った本が同期できないのどうしてだ。ってな感じでちょっとげんなりしてきたんで終わりたいと思います。